終戦のローレライは、福井春都市の架空戦記小説。2002年、講談社より、単行本が発売され、2005年に文庫化。その後、月刊アフタヌーン2005年3月号より、脚色、長崎少子、作画、虎なり構成で、漫画版が連載され、同じく2005年に、ローレライとして映画化される。第24回。 吉川英治文学新人賞第21回日本冒険小説協会大賞日本軍大賞受賞。舞台は太平洋戦争が終焉を迎えんとする1945年8月。日本にあるべき終戦の形をもたらそうと格索する異端の大佐朝倉とその例を受け困難な任務の遂行にあたる戦利潜水艦。 イ5 0 7並びに、その搭乗員の数奇な運命を描く。イ5 0 7には、ナチスドイツが開発した、特殊音響兵装、通称、ローレライシステムが搭載されており、それをめぐる多くの戦いが引き起こされていく。気候、除石、1943年、12月6日、シュルクーフ時代フランス海軍の潜水艦、名称は、シュルクーフ。 1934年に竣工。フランス休戦後は自由フランスに所属して、その自制界で最大の潜水艦であった。1942年2月18日、カリブ海紹介任務の際、米商船、トムソン・ライクスと衝突し、沈没するまでが史実。UF-4 次大乗員の必死の努力によって、浮上。 漂流していたシュルクーフを、ナチスドイツの潜水艦 U109 が打破し、UF-4 となり、特殊音響兵装ローレライシステムの実験艦として引き取られ、大規模改装を受けた。SS の大量の資金で、内部、外観とありと、あらゆる場所に徹底的に手を入れられ、艦首観測企画のお小周辺は見る影もなく変貌した。その結果、船体は、 近代的に洗練され1.6倍の馬力の機関と最新の装備により屈指の性能を持つ最新衛潜水艦となった。ドイツが降伏後、ローレライシステムを日本に提供し亡命をするため日本へ開港する。原作小説では開港途中に米潜水艦2隻の襲撃を受け、ローレライを投棄してしまう。5 7 9 4 5年5月8日。 第二次世界大戦で、ナチスドイツが、連合国に降伏し、UF-4 を、日本海軍が接収し、e、E507 に改名した。その後、海軍軍令部の命令で、横須賀海軍交渉でまた、オサむと補給を受ける。新たな原子爆弾投下を阻止するため8月6日に、横須賀を出港。原爆搭載機の情報をつかみテニアン島へ、独自の行動を起こす。 原作小説では、原爆10日前の7月24日に、回収作業用に改造を受けた海流を搭載し、特殊兵器の回収から始まる。ドイツの当時最新のテクノロジーによる改装を受け、魚雷と潜航艇を下ろせば、水上で30ノットを叩き出せたり220メートルの潜航が可能であったが、大型なのはどうしようもなく鈍重な本艦の送管に、 乗組員が苦心する描写があるが、劇場版では特にそのようには描かれていない。手法は本来左右に11度しか旋回できないが、ドイツで変更されたのか広い旋回範囲で射撃している。原作小説での本館は、目的を遂げた後、艦隊損傷により旋行が不可能になり、米艦隊の集中攻撃を受けつつ、マリアナ海溝を目指す。攻撃により、 寒布なきまでに破壊され沈没、沈んだ艦隊も、海底の水圧で圧壊し、米軍でもサルベージ不可能、深海へと沈降し、ローレライシステムは、完全に消し去られる。一方劇場版では、攻撃を受けながらも先行して、伊豆かへと姿を消す、という結末になっている。歴代艦長コルビオカールヤニングス・キヌミシニチ少佐 PSMB-1 という正式名を持つナチスドイツによる大改修で UF-4 に搭載された特殊音響兵器。同艦に接合されたゼフントを改装したナーバル内に配置されている。第二次世界大戦期の作敵装置をはるかに凌駕した性能を持ち、魚雷の発射時に用いれば100発100中の命中率を得ることができる。 探査音波を回避して敵艦に接近することも可能であり、史実では役立たずであった手法も有効に利用することができた。しかし同時に致命的な欠陥を抱えており、量産も不可能で戦況を覆すまでには至らず、ドイツの降伏を迎えることになる。発令書にコロセウムと呼ばれる巨大な電球のような描画装置があったが、映画版ではそれでは、 割れてしまうという理由で机に衣装変更があった。パウラエーブナーが祖母の死後ナチスドイツの福祉機関レーベンスボルーンの姉妹、機関、白い家に送られ人種改良の実験を受けていた最中に突然開花した特殊能力を利用して立案された SS とドイツ海軍が進める革命的な水中探知装置の開発計画。 この計画に基づいて建造されたのが UF-4 と呼ばれた特殊潜水艦であり、その探知装置システムを後にローレライシステムと呼ぶようになった。当時日本の同盟国であったドイツが降伏した後、行き場を失ったドイツ海軍の秘密実験艦を密かに受け入れ、その乗員を保護し、第三国への脱出を手配する代わりに、同艦が有する特殊兵器の技術供与を受けるという、 作戦。ドイツ間からの申し出を日本海軍が受ける形で始まった作戦だが、肝心の特殊兵器であるローレライシステムの一部を日本に到着するまでに紛失してしまうというドイツ側の失態のために正式には中止となった作戦である。しかし、朝倉大佐はこの作戦中止を見越してあらかじめ独自の計画を進めており、 談合作戦が中止になった後は、自らの立場を利用して関係者に中止を撤回したと思わせ、この特殊兵器を持つ潜水艦を独自の計画に利用したとされている。ローレライシステムに対抗する、ローレライシステムのように特殊ではない一般機器を用いた実在する音波探知法である。作中では CZ 探知法をもとにヘッジホッグ爆雷で対抗する。 その制度に異号第507条員も、まさか敵も、ローレライを装備しているなんて冗談はないだろうな。と、驚愕する。詳細は収束隊を参照。ありがとうございます。